ナイス、ありがとうございます。これちょっとティーグラウンドがかなり前上がりなんで左にちょっと行きやすい感じがしますね。私とかタエちゃんはちょっと気をつけなきゃいけない。バンカーかな、うん、左に来ると思ったらコース右向いたんだけど、たえちゃんはちゃんとまっすぐ向いてましたね。右向きたかったんですけど。向きたくなるよね。向きたくなるね。そう。ちょっと無理やりまっすぐ向いてみました、ね。うん。左が怖かったから右向いちゃったの。さっき自分で言ってたんだけどね、左に怖いのに右向くなんてね。ちょっと恐怖心に勝てないというメンタルの弱さ。メンタル弱いんですか。メンタルね。弱い、弱く見えない、弱く見えないよね、うん、自分でも思うけど神経質なタイプかな、うん、だから考えすぎちゃう、すごく、うんうん、こう頑張んなきゃいけないとかやんなきゃいけないっていうのをこじらせてちょっと思い詰めちゃうタイプ、だから最近はこうなるべくもうなんとかなるよっていう楽な感じでやろうと努めてます、うん、はい。閉まってて、あれさんの方がかっこいい。私はさ、結構さ、思いっきりやれタイプだからさ、ちょっとなんかでも思いっきりの中になんかソフトな感じある。ほんと、めちゃくちゃ多い。でも嬉しいね。いいね、完璧。今気持ちよかったんじゃない、うん、ね、向きがだいぶいい向きに出てます。やばい、右に行ってしまった。大丈夫？はい、力は抜いてるんだけど体重がちょっと流れるタイミングが早くてちょっと上から入ってる感じがしますね。だからその分こっちで待ってるとインサイドから入ってくるんですけど、ちょっとこう左に突っ込むせいで若干アウトサイドから入ってて、しかも上から入る分多分球が捕まらなくてちょっと今日は右に行ってる感じがします。前より私もやっぱアドレスの向きとかその力の入れ具合とか、まあ、まさしくその視聴者さんが言ってくれてることをより気をつけるようになったんで、若い時っていうか、まあ、高校生ぐらいの時は何も考えてなくてもできちゃってた自分がいるんですよね。でもこう悪くなった時になんでダメなんだ、なんでできないんだろうって、まあ、思ってたから結構調子が悪かったんだろうなって。今とかはやっぱりその悪い原因がスイングじゃないってもう自分の中で割り切ったおかげでだいぶ楽しくゴルフができるようになりましたよね。だからスイングじゃないんだよっていうのを、まあ、スイングなんだけどそのスイングのためにはアドレスが大事なんだよっていうのを広く知ってもらえたらなっていうのを思いますね。しみじみ語ってみました。おー、うまい、ナイス。うまい。お、どうだ、ちょっと影で見えないけどキックが良かったね。バンカーがちょっとこううまく打てるようになって、なんかそのうまく打てるようになったコツが、バンカーが出なくなってくるとだんだんこうボールの手前を打つっていう意識がすごい強くなって、どうしてもすくい上げる動きになりやすい
で、それって結構こうアドレスに出ちゃって、こうフェースも開いてオープンスタンスに立ってるんだけど、どうしてもこう右肩がすごい下がっちゃう。下がって構えてる時っていうのは本当にバンカーがうまくいかなくて、だから気持ちでちょっとこう 左肩を下げるように構える、まあ、これも距離がそんなにないバンカーなんですけど、すごいこうやってこうやって構えてるんですよ、上げたくて。だけどこれを開いといてオープンにはするんだけど、ちょっとこう気持ち左肩をこう下げるんですね。下げながらなるべくこの形を意識したまま力を抜いて振る。と結構楽に、まあ、左に体重乗せるとかよく言うんですけど、乗せてるのにこうなってたら一番良くないんで、乗せるっていうよりかはちょっとこう左肩を下げてあげると自然と左足にちょうどいい体重がかかるんで、ちょっとそれを皆さんにやってもらいたいなって思います。短いし逆だし、うん、上手なゴルファーの皆さんはスイングのリズムが 大切だとよく言われています、うん、でも自分に最適なリズムが分かりません。どのような練習をすれば自分の最適なリズムが見つけられるのでしょうか。リズムについて意識することあります？リズムですか。もう染みついちゃってるよね。なんとなくだよね。なんとなくいつも通り振れば。そうね。いつも通りの。そう。やっぱね、上手な人はそうリズムが大事って言うんだけど、確かにそのリズムって本当にたくさん打ってるから勝手に身についちゃってるんですよ。じゃあどうするかっていうと、最近私がハマってるのはグニャグニャのシャフト刺さってるクラブがあって、あれを打つのが結構好きで、あれ打つと。分かります、自然と自分がどのタイミングで切り返せばいいかとか、どのぐらいのスピードでテイクバック上げればいいのかっていうのがおのずと分かっちゃう。分かっちゃうって言っちゃった、あんまりねあれなんですけど、宣伝みたいになっちゃうんだけど、あの練習がね結構ねいいんですよね。ちょっと行きましょうか。じゃあとりあえず、はい、まああとはそのじゃあ練習じゃなく本番で意識することって言ったら、まあ意外とシンプルで、本当に1,2,3って唱えることかな。変わらないように打つにはどのぐらいのリズムで打ってんのかなっていうのをまず意識した上で、練習場とかで、で本番はその自分のリズムをなるべく唱えるようにすると、意外と速くなってるとか遅くなってるっていうのが分かるかもしれない。ナイス、いいですね。いいですね。やっぱミリちゃんとかも何気なくずっと打ってるけど、こうずっと打ってる中でもやっぱあちょっと速くなったなとかいうのが分かるんですけど、今のに関してはすんごいいいリズムで触れてましたよね。はい、ね、ありがとうございます。というわけで、なんで私はここドライバー持ってるかと言いますと、まあこうショートカットを行ってみようよっていうことですごい。バンカー上上だと思います。上、はい、あんまり左行かない方がいいってことですか。そうですね、やっぱりあの木に当たってると帯が浅いので、あの辺スルスルがいいかと思いますね。あ、なんかこう見せ場を作っとかないとあれなのかなと思ってまあ理想はあの鉄塔からちょっとこうドローがかかるのが理想で、まあ、ちょっと今日は右に行ってるので右に行ってしまうかもしれないですが、頑張って右サイドに残りながら振りたいと思います。成功です。すごい、やっぱ今ちょっと振りましたちょっとティーを高めにして力を抜いて振る。今のはいい感じで振れましたね。
イス。ナイス。いいとこ。完璧です。ティーを高くすることで自然とこうアッパースイングになって、右にもちょっと体重を今残すそうと努力したんですけど、ティーを高くすることでちょっと捕まりやすくなるし、インサイドアウトの軌道で捕まった強い球が打ちやすくなるから、まあ、それでちょっと振ってみました、今のは。はい、あ、めっちゃいいとこに。本当だ、すごい。いいとこにありました。完璧ですね。完璧です。内側につければ。お願いします。お願いします。もうそれ、ちょっと大きいね。ちょっと前上がりな分がついてしまった。ゆりさんのこのぐらいのアプローチってなんかあんまインパクトがあるような感じしないんですか？なんかスイングの中で流れがいいなっていうか、あんまりインパクトで打つみたいな意識ってないね。スイングの中にだからなんかアプローチとか打つって思っちゃったら逆に怖いのね。なんかこう打つって思っちゃうとどうしても手が止まっちゃってヘッドがこう落ちてきちゃうとダフったりトップしたりってなりやすいから、なるべくインパクトを消すようにしてる。そんな感じですね。スイングが流れる。そう。アプローチで絶対ダメなのはやっぱりここでこうやってヘッドが落ちてきちゃうことだから、なるべくそうならないようにここで力を抜くことでなるべくこう手元を先に走らせて、ここでも抜く意識ある。そう、にしてる。そうだからもう単純に振り幅だけでこう調整できるから楽かなって。そう。すると思って言ったんでしょ。はい、しなかったね。まっすぐ、ここまっすぐ。さすがにスライスしたね。しないかな。ちょっと今開いたと思った。ナイス。長い。もうこの2人が残りましたという想定でもう一度決着をつけてもらいました。さっきだってほら決着ついてないから100円の。そうですね。100円。100円の100円の決着がついてないから最終ホールでちょっとお疲れなんだけど、ちょっともう一回その気を引き締めてやれるかっていうところで。すごいこの中身の濃い17ホールを過ごしてきましたけど、濃かったですね。うん、それを経て最終ホールの2人のゴルフを見させていただこうと思います。私はちょろちょろやってます。ちょろ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 、ね、グリーンまでドマッスルなホールだけど、ティーグラウンドがちょっと切り口がね、あのティーグラウンドの先が結構左に向いてるんで、ちょっと向きづらいコースホールかなって。ちょっとアドレスに気をつけてもらって、おー
ます。いいところですね。距離も出ましたね、今のね。左なんで、多少右に行ってもいいかなと。逆に左のバンカーは絶対入れちゃダメなんで、切ったらどうか。行きそうだけど。おめでとう。ダメだって言ってる方向に行くんだよね。不思議だよね。お菓子が好きっていうのがそもそもなんかさ、可愛いよね。普段食べないですよ、お菓子。そうなの？全く食べない。なんかおにぎり食べてるイメージ。なんかチョコとか食べるの可愛いじゃん。私好きなの、柿ピーだもん。柿ピーの柿ピーめっちゃ好きだった。わさび味がめっちゃ好き。あ、美味しいよね、美味しい。私、梅しそが好き。まあ、いいよね。私結構スタンダードなやつ、なんかコストコで20袋ぐらい入ってるやつを箱で買って家に置いてある。すごい。柿ピー食べてる。めっちゃ好きなんです。柿です。止まんないですよね、止まんない。本当美味しい。キノコ入れすぎてむせな。何ヤード？209です。お、結構ある。結構あるね。ピンって何ヤード入ってますか？14です。ちょっとセンターよりは手前です、はい。あんまりこうピンのポジションを気にしてるアマチュアの人って少ないんですけど、手前なのか奥なのかによってやっぱりこうショットのマネジメントが変わってくるんで、結構ピンのポジションは気にした方がいいかなかな。左バンカーですね。ちょっと苦しいところに行っちゃいましたね。こっちから見てたかちょっと分かんないけど、若干右見てたかなって、ね、思いました。うん、そうだよね。それもでもやっぱこのロケーションでこの番手で多分左に向くってかなり勇気がいるから、だからピンを狙っての右向いたのか、逆にちょっと右を 向こうと思って向いたのかによっても多分違ってくるんだけど、ピンは狙ってなかったんだ、ね、で、あの花道ぐらいの感じで打とうとしたんだけど、ちょっとかぶっちゃったんだよね。向きはあんまりこうスタンスは右向けないで、はい、気持ちまっすぐ向いた状態で右に打ち出すぐらいのイメージでよかったもんね、うん、そうですね。左のバンカーはやっぱちょっと打ちたくないからね。一番ダメな方に、うん、最後の1ホールにこの2人が残ったという想定でやってますけど、本当にそうなってくれると面白いですけどね。見よう、Hulu で。あ、難しいね、あの左のバンカー。顎が高い。やった。止まったけど、いや
難しいね、これはね。できんだ。上げなきゃいけないし、ピン狭いらしいで、ちょっと大変だったよね。めっちゃ硬かったね。なんか見て、この砂もがさ。ということで、勝者、だえちゃん。やったー。決め手はやっぱりこうセカンドショットだったね。そうです。あそこでやっぱ右からアプローチしただえちゃんと、バンカーからねやんなきゃいけなかったみりちゃんとではやっぱりちょっとこうだいぶ差が出ちゃったからね。難しいね、これ取っちゃ。まあ今日ちょっとね、何アプローチサドンデスちょっとできなくて、ちょっとサドンデス対策はできてないんですけど、2人ともそんなにアプローチがめちゃくちゃ悪いっていうわけでもないし、サドンデスはまあちょっとどこになるかが読めないから、ちょっとまあね、たくさんやれる環境があればよかったけど、今日はちょっとそういうわけにはいかなかったんで、まずはやっぱじゃんけんで一番初めにならない方が、まあどっちかというと有利かなっていう、状況をどういうところに落としたらいいかっていうイメージがやっぱりこうをつけるためには、先にやっぱ打ってもらった方が、あ、これはダメなんだっていう一つのそういう指標になるんで。だけど、まあ、もし初めになっちゃったとしても、しっかり状況を見極めてこう打つ ところのラインの状況と、あとはどこに落としたいかっていうことをしっかり、考えられれば、まあ、切り抜けられるのかなって思ってるんで、まあ、何にせよ冷静に、でやっぱりこう喋れとは言わないんですけど、そうだから、こう楽しく周りの人とも楽しくやりながら、かつうちに秘めた100円を取りたいなと思いながらこうやってもらって、勝ってくれると私も回転寿司連れてってもらえると思うんで、楽しみにしてます。はい、頑張ってほしい。頑張ります。頑張ってほしい。はい、18ホールすごい楽しくやりましたけどね、これからプロテストを受けて、プロにを目指そうっていう子たちと一緒にこうやって回ることができて、私もすごく学ぶことがありましたし、一生懸命頑張ってるなっていうのをこう見ると、私も頑張らないとっていう気にさせてもらったのがすごい良かったなと思うし、18ホールだったんですけど、すごいこういろんなことをあだこだ言いながら、回れたので、すごい内容の濃い1日になりました。非常に楽しい1日でした。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日いろいろお話もたくさん聞けたし、アドバイスもいただけたので、もう少しサバイバルまで、当日までそこを意識しながら調整して、買ってさゆりさんにお寿司をおごります。楽しみ。頑張ります。頑張ってください。今日一日ありがとうございました。はい、何もないです、こちらこそ。さゆりさんに的確なアドバイスをいただけたので、サバイバルに生かしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。頑張ります。見てます。